はい、速稼塾の久保です。今回はですね、 FX について何から勉強すればいいのか、どういう勉強の進め方をすればいいのかということをお話しするためにこの PDF ファイルを読み上げております。前回ですね、去年の11月16日海老名で行われました第2回の速稼塾の FX 座談会ですね、こちらのオフ会の方で使った資料をもとにお話しするのがなんか一番わかりやすいということなんでね、今回もこちらの資料を使わせていただきます。まずですね、10個の項目が書いてますんで、こちらの方にご自身でたまにですね、どっかにね書き留めるような形でチェックしていただきたいと思います。まずは今日の時点でこの10個の項目にご自身でねどっかにメモ書きしておいてノートを作ってみてください。まずね FX を始めて今日が何ヶ月目なのか、何日目なのか、何年になるのかってことを書いてください。2つ目、その期間でできるようになったことを書きましょう。3つ目、まだできていないことを書きましょう。まあ、ですので今日から始める方は今日が1日目ですって書いて、できるようになったことはありませんと。3つ目はこれからどんなことをやりたいかってことを書いていくんですよね。ここはなかなかね初めての方はわからないと思いますんで、まずはこの PDF ファイルをしっかりと読んでいきますみたいな目標でいいと思います。で、4つ目がですね、じゃあしっかりとこの動画を見たりとかね、この PDF ファイルを読んだ後で出た質問を Q&A という形で私の方に質問をお寄せください。もちろんねご自身で Google で検索してご自身で答えにたどり着いてもよろしいかと思います。で、5、資金計画ですね。資金計画と6の投資の進め方、これは後ほど講義の方でお知らせします。7つ目、なぜあなたは FX を選んだのかってこともね、なんで FX で稼ごうと思ったのかってことも考えてみてください。まあ、FX ってのはですね、学問ではなくて稼ぐ手段ですから、 FX をなぜ選んだのかっていうのは稼ぐ手段としていろんな中でね FX を選んだのには理由があると思うんですよ。時間の問題とか投資の資金とか人間関係とかね、そういうのを書いてください。で、8つ目、 FX のリスクを認識してますかってことでございます。こちらの方も講義の中でもお知らせしますけども、 FX にはどんなリスクがあるのか、今の時点で考えられるものを書いてみてください。9、失敗する人の特徴は何だと思いますかと。これは FX に限らないんですけども、何かことを起こすときに失敗する人って必ずいるんですよね。大半失敗するじゃないですか。で、なんでだと思いますってことを自分で考えて、そうならないために失敗するモデルケースをいつもね、意識しておくことが必要になってきています。そして10個目なんですけども、これから FX を始める人に一言言ってもらいたいんですよ。これはご自身が今日から始めるっていう場合は、今日を始める自分に対してかける言葉でもいいと思いますね。頑張れとか諦めるなとかね。で、この10個の項目ってのは、例えば3ヶ月後にもう1回同じように自分に対してこの10個の質問に答えていくってことで、自分の FX に対する認識が進んでいるのかどうかってことを何度も何度も確認しなければなかなかね、客観的に自分の力を測ることができないと思いますんで、伸び悩んでいる方はこの10個の質問を断るごとに自分に対して問いかけてみてください。よろしいでしょうか。じゃあ次進めますよ。はい、FX では暗記しなければならない項目があります。まずは時間帯別値動きですね。こちらの方は正確に覚えなくても、このね今出てる時間帯をなんかコピーしてどっかに貼っとけばいいと思います。パッと見れば今何々時間だなって分かるようになっておけばいいと思います。ちなみに私の場合は東京時間朝8時から夕方の7時まで、これ以外の取引は基本的にしません。夜は寝ますんでね。だからロンドンとかね、アメリカとか時間あるんですよ、深夜動いてる時間で。この時間私は寝てますんで FX 基本的にやりません。で、徹夜してまでやるときってのは相当儲けが見込めるときなんで、私が深夜を回っても FX の相場解説とかね放送してるってことはかなり儲かってるんだと思ってください。はい、ここね、皆さんはどの時間帯でやるんでしょうかってことですよね。なるべくならね自分の得意な時間帯を見つけた方がいいですよ。はい、経済指標ってものが FX にあります。この経済指標が出てる間は基本的に FX 触らない方がいいと思います。その経済指標には大きく分けて2つあります。それぞれ説明します。まずは経済指標というものですね。国や行政の経済発表のことですね。これ大きく4つあります。米国雇用統計ってものが毎月第1金曜日の夏時間でしたら21時半、冬時間でしたら22時30分にありますので、このあたりは相場が急変する可能性がありますので資金を抜いておいてください。初心者のうちはやらない方がいいです。で、次、 GDP 速報値っていうのがあります。
これは検索してどういう意味か調べておいてください。次、ADP 雇用統計ですね。これも大きな価格の変動に関係してきます。これも検索して調べてどんなものなのかってことを調べておいてください。で、次、ISM 製造業景気指数ですね。こちらの方も具体的にどういうものかは私から説明しません。これはもう自力で調べるものですから、検索してこれをね、コピーペーストして Google に入れれば、私の説明よりも正確な説明が出てきますんで、そちらの方でお調べください。で、経済指標の大きく分けたセクションの2つ目、金融政策発表っていうのがあります。要するに銀行とかね、金融機関の方の政策発表が出るときです。世界では大きく4つあります。1つ、日銀の発表ですよね。いろんな国がある中で、やっぱり日本のね、日銀というものの発表っていうのはすごくね、影響があるんですよね。次、イギリス中央銀行 BOE の発表です。この発表があった時もテレビとかね、インターネットで放送されますので、相場の方から一旦離れた方がいいと思います。次、欧州中央銀行 ECB ですね。こちらの方も発表があった時も相場にお金を残さない方がよろしいかと思います。次、アメリカの FRB FOMC、これね、6週間ごと、日本では3時15分にあります。こちらの方もね、金融に相場に大きな変動がある可能性があるんで、資金を抜いといた方がいいと思います。で、次行きましょうか。要人発言ってのもあるんですよ。要人発言、金融機関関係者の発言のことです。大きく分けて4つです。日銀の総裁の発表、米国 FRB パウエル議長の発表、欧州の ECB のドラギ総裁の発表、それからアメリカのトランプ大統領の発表。この4つの発言によって大きく相場が変動します。いわゆるファンダメンタルが起きるんですよね。まあ、ですので、こういう時は私たちはテクニカルでやりますので、資金を抜いておいた方がいいと思います。いつ起きるのかわからない部分もありますけども、こういうね、突発的に価格が変動する前提を踏まえながら FX ってやるもんだということを認識しておいてください。そのためにどういうふうに対抗すればいいかというと、ズバリロスカットを必ず入れるということです。エントリーした時は必ずロスカットを入れてくださいね。よろしいでしょうか。では一旦ここで動画の方を終わります。また後編の動画もお付き合いください。